お池中池小池です。どうも。はい、今日はですね、太陽がさんさんと照りつける中ここに来てます。日差しが強すぎてね、なんか画面が見えなくて何が映ってるかわかんない。見えてるかな。まあいいや、ベルエポック、原宿ベルエポックに来てます。今日はですね、ここでお仕事があるので、Vlog 的な感じで私の一日をお届けできればなと思います。なんせバタバタなんで心配なんですけど頑張りたいと思います。バイバーイ。あれねねねね、あれあれ、これ撮影モード、あ、できた。今リハが終わりました。イエーイ。青井なつみちゃんです。はい、どうも、青井なつみです。そう、昔同じ事務所でね。そうです、名前違いましたけど。そうなんです、なつみちゃんでね。はい、そうなんですよ。妖怪ウォッチをね。そうそう、わーちゆね。わー、紅白も出てね。何の世間話だこれ。唯一のね年近くて安心するよね。そうそうそう、みんな若いんで。本当だよね、浮いちゃってね。心のよりどころです。はい、よりどころです。バイバイ。バイバイ。はい、すいません、今日忙しすぎて何にも撮れなかったんで、とりあえずはいゲストと打ち上げします。お疲れ様です。お疲れ様です。自撮り、自撮り、あ、撮って撮ってあげましょう。こういうことですね。はい、お疲れ様でーす。イエーイ。うまいっすね。美味しいね。さあ、どうでしたか。全然自撮りじゃないの。すごい大変な一日でした。そうですね、MC でしたからね。MC したんですけど、トラブルもね、いろいろあってグダグダしちゃいましたけど、そうです、ね、なんとか無事に終えることができました。本当ですね。本当にお疲れの顔をしています。お疲れの顔してます。やばいやばいよ。まあでも本当にね、無事終えてよかったですね。無事終わった。いや、皆さん来てくれた皆さんいかがでしたか。楽しかった。ありがとう。いいのかなこれで。やばい、ちょーちゃん。まあいいや。じゃあとりあえず楽しみたいと思います。イエーイ。食べます。冷蔵庫とルル、一言いただけますか。ルル、一言いただけますか。あ、睨まないで、可愛い顔して。一言いただけますか。ルルさん、一言いただけますか。にゃん。かわいい。かわいいね。ツンデレルルちゃんでーす。ね、ツンデレなんだよね。ルルちん。マイクが気になるね、上にあるマイクが。バイバイ、ルルちゃん。とっとー。とっとー。とっとー。あ、おー。近い近い。とっとー。大あくび。
私のベッドなんですけど、いつもここで寝てます。ねるる、ここで寝てんだよね。私のガチ抱き枕、ねるきん、ねるきん、ここで寝るの？ねえ、ひなはどこで寝たらいいの？ルルちん、以上、ルルでした。バイバーイ。